植村俊平植村俊平は、日本の政治家、大阪市長、山口県市族、植村島野城の次男として生まれる。成立学者などを経て、大学予備門、1886年7月、東京大学法学部主席卒業。翌年には、助教授、イギリスに留学し、法廷弁護士の称号を得て帰国、1892年、大原人に、 イギリス法律学校などで抗議する。その後、日本銀行文書局長時代には、日本銀行幹部ストライキ事件に連座して、免職させられた。このストライキで、中見川彦次郎も介入したため、中見川と対立して、三井を辞めていた、岩下清家が、東大出身の日銀幹部らを、住友本店に呼び寄せたとされ、上村も、その圧戦で住友入りした。 住友では支配役に1902年に九州鉄道会社支配人となり、その後鉄道調理事などを歴任。1909年12月に辞任した山下重武の次の市長の選考は難航し、辞任8ヶ月の1910年8月8日に第4代目大阪市長に就任する。鉄道事業に関する知識に長けていたため、その得意の知識を活かし、 市電の整備に尽くすが1912年1月に発生した南の大会の焼け跡に市電を通すことに関し、大阪ガスと対立、当時の府知事が大阪ガス側に立ったため、同年7月25日に辞任。市民も市会も再任の要望が出たが、故事したため、またまた市長選考が難航することになった。九百十三年、大阪株式取引処理,理事長。 1916年には、王子電気機道社長に就任した。1941年11月19日死去。去年78。妻の田栄は、岡村照彦の妹。長男に、理学士の上村拓。長女は、安井栄二に、三女は、東栄二に嫁いだ。ありがとうございます。